さてこの番組なんですが、毎回ゲストと一緒にですね即興で曲を作ってるんですが、岡君曲のアイデアはありますか？曲のアイデアね、はい、いやまあそのミッドナイトグランドオーケストラが夜っぽいってことなん で、うんでね、まあ、僕たち結構朝派じゃないですか、うん、トロピカルハピネスなんで7時22分一番苦手な、はい、あ俺ガンガン起きてる、ガンガン起きてます。ちなみに水星さん朝はすごく苦手です濃いなと思いました。はい、7時22分という 、はい、朝ソング朝ソング、はい、作るぞ。よし、イエーイ。ここからは VTuber の星松水星さん、音楽クリエイターの拓井上さんと即興曲作り、役割はご覧の通り、はい、7時22分をテーマに即興曲作りでした、うん、はい、ビート打ち込んだので、うん、まあちょっとやっぱ朝苦手なので、こうあれですね、コードとかをヒャダさんに考えていただけると。朝っぽいやつですね。そうですね。今回のためにタクさんは事前に曲の土台となるビートを制作。そのビートにヒャダインさんが爽やかな朝をイメージしたピアノを追加。素晴らしい。おー、すごい。パート分けどうしましょうかね。岡くん歌って、すせちゃん歌ってでもいいですし。はいはいはい。じゃあ前半8を岡崎さんが歌って、はいはい、後半8を水星さん。わあ、どうしようかな、歌詞。え、もう考えてる。もうこれ考えていかないとダメですよ、水星さん。マジですか。じゃあとりあえずワードをメモっていきますかね。そうそうそう。水星さん歌いやすい。星松さんが歌詞を書きやすいよう、たくさんは歌のメロディーライン作りへ。この辺が一番コントロールしやすい。なるほど。彼女が多分、はい、あのパワーがありつつコントロールしやすいんですけど、うん、そうなんだ。すごいですね。できた。早い。早い。早い。待って待って待って。まだこっちはまだこれトラック作ってないですからね。ピアノ作ってないぐらいしか入ってないですけど。あっという間に歌詞を完成させた体育さん、その中身は？柔らかな日差しの中で目覚めのコーヒー飲んで、部屋に流れるクラシックに包まれながらスムージー作る。おしゃれ。ストレッチの後可愛くメイク、お気に入りの服選び、そのまま敷布団へダイブ、二度寝大好き。二度寝しちゃうんすね。半行目までめちゃめちゃ順調な朝だったのにね、この日ね、はい、そうなんです。ダイブしちゃってますからね。何してんのっていう話、二度寝大好き。敷布団タイプの手やなんね、この子。せんべい布団でそれを受けてですね、受けてなんですけど、受けなくても大丈夫です。あ、受けなくてもいいんですか、はいはい、受けたくなりますけど、じゃあ続いてたくさん、朝に欠かせない時計の音を追加。この時計の音もすごい好きで、なんかちょっとこう気持ちアタックがずれてるのがすごい魅力的だなと思ってますね。今たくさんそういうちょっとずれが好きなの。好きですね。なんかさらにベースも追加。まずはシンプルに、そこに弦を弾くベースの音でアクセントをつければ曲が完成。お、はいはい、うん、まあ、時計とベース入れただけですけど。そうですね、うん、ではここからボーカルが乗るわけですね、はい、そういうことです。でまず岡くんから歌い入れてみますか。私から入れていきますか。そうですね、うん、柔らかな日差しの中で目覚め。さすが朝に強い体育さん、歌も軽やか。最高ですね、うん、でしょ、すごいんです。岡崎体育の味がすごいします。味出ちゃったなと、ここで星松さんの歌詞も完成。体育さんの歌詞をどう受けたのか。急がない焦らない、カーテンを閉めて、うん、まどろみお休み、うん、今日は終わり、かけてたラジオをカチッと止めて、さよなら太陽明日会おう。はい、ちょっと待ってください。7時22分にさよなら太陽明日会おうということは、はい、もう起きない、起きない、夕方まで寝ます、はい、朝に弱い星松さんの実感がこもった歌を録音し、おお、できた、やったー。歌詞とは裏腹にこうなんかこう紅茶とかなんかね、おしゃれな、はい、やってることはね、社会人として失格なんですけど ね、なんですけど。音楽制作ソフトで作った人間味あふれる一曲です。皆さん、朝ですよ。
柔らかな日差しの中で目覚めのコーヒー飲んで部屋に流れるクラシックに包まれながらスムージー作るストレッチの後可愛くメイクお気に入りの服選びそのまま敷布団へダイブ二度寝大好き急がない焦らないカーテン閉めてまどろみお休み今日は終わりかけてたラジオを立ち止めて太陽を下をおおできましたね朝っぽいんじゃないですかこれは朝っぽいです意外とあれ朝っぽい、はい、お二人朝もいけるんじゃないですか、ね、いけますねこれは、ね、アーリーモーニンググランドオーケストラになるかもしれないアーリーモーニング絶対やだ